回のタイトルは、リップル XRP、コインベースとクラーケンが再上場を発表、XRP が 70% 急騰し BNB を超える、です。ぜひ、最後までお付き合いください。リップル社に関連する話題のデジタルトークンである XRP は、木曜日に 73% の急騰を目撃し、その過程でバイナンスコイン、BNB を抜き去りました。XRP の時価総額は約439億ドルに急騰し、24時間の取引高は91億ドルを超えています。これは、大手暗号通貨取引所の一つであるコインベースが、XRP を再上場させると発表したことに続くものです。コインベースは、リップル社に対する SEC の訴訟により、2021年1月に XRP の上場を廃止していました。同日、もう一つの大手取引所であるクラーケンも、米国の顧客向けに XRP 取引の再開を発表しました。コインベースとクラーケンの両取引所はツイッターでその決定を明らかにし、コインベースは流動性の状況が良好であれば、XRP の取引は本日中に開始される見込みであると述べています。同取引所は取引が承認された地域では、引き続きデジタル資産の送金が可能であると再確認しました。一方クラーケンは、XRP の取引が米国の顧客向けに開始されたと発表しています。両取引所は、XRP の取引を再開するにあたり、まず XRPUSD、XRPUSDT、XRPUR の取引ペアを展開する予定ですが、XRP のサポートは特定の地域で制限に直面する可能性があります。この楽観的な市場の反応は、リップル社と SEC の間の訴訟における判決を受けたものです。アナリサトーレス判事は、リップル社による機関投資家向けの XRP 販売を有価証券と裁定したものの、XRP 自体は有価証券に該当しないとしています。リップル社の法務顧問であるスチュアート・アルデロチ氏は、この決定を大きな勝利と称賛し、判決に従って XRP は有価証券ではなく、取引所での販売も有価証券ではないと強調しました。アルデロチ氏は、この訴訟で長年にわたって精力的に戦ってきたチームを称賛し、今回の判決はこの業界が何のために戦っているのかを大いに裏付けていると主張しました。同氏は、暗号通貨に対する SEC の管轄権における行き過ぎと認識されていると批判し、今回の判決が国内の暗号通貨規制について、より合理的な議論のきっかけとなる可能性があると示唆しました。リップル社の訴訟はまだ終わっておらず、この訴訟は現在進行中ですが、コインベースとクラーケンへの XRP の再上場は、苦境に立たされているデジタルトークンに、復活の強力なシグナルを送っています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。